はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、ということで今回もですねドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、ちょっと戻りまた、まあいいや、ちょっと喋りながらでちょっともう一回戻りました。戻ってね、鉄の槍かなんかを買ってきましたよと。まあ宿屋に泊まったのもありますけども、待って、せっかく回復していこう。 OK、 よし。さあ敵が何だったのかが覚えてない覚えてない。敵何だったっけな、ここ。まあいいや、オッケー、薬草オッケー、これで全員回オッケーね。で鉄の槍か買ってきたから、でもね、ブーメランやっぱ強えな。そんな変わんないんだよね、あんまめちゃめちゃ強い。いやでもボス戦はこっちの方がいいのかな。まあボス戦はね多分ねいっぱい出てこないよね。まあいいや、とにかくボス戦行こう。最高、これいつまでよ4人でたた、うーわーこんなんだったんか。カラグエイがピクリでも動かない、しかし壊れてはいないようだ。オッケー、同じか。これさ2回戦あった、あ違ったのか。まあ、いこう。さあ始まった。さあ勝てるかな勝てるかな。何貴様たちどうやって攻撃やってきたのだ。まさかあれだけの数のマシン兵を全て倒したというのか。その通りでございます。いやバカな、人間不正がいくら束になったってそんなことはありえん。もう一人なかったっけこれ。いやそれは試してみればたやすくわかるだろう。いけマシン兵。あまだ動くの。お動く、あまだ一回倒すのか、一回あるのか。なるほど、これはブーメランの方がいいんじゃない。ちょっと待って、戦う装備変えれるね、装備あるもんね。オッケーね、ブーメランを装備。よし、これまず行こう、まずこれ行こう。オッケー、行きまーす。11か14か、まあいいね。オッケー、全体攻撃やめて。おこ、なんか超怒って、なんか荒ぶって、まマジやめて、ビビったちょっと強くね、ちょっと強くね今の。危な、呪文で、まあ、違って回復でベホイミでいいかな。40いくつだから、まあ、いいや、ベホミでいいや。ベホミで90ぐらい回復するっけ。15、ナイス、いいね。もうベホイミもよし、これ一撃を。さっきの、いやーこれ危ない。おお、ナイスマリベちょっと待って、おーかわした。何これ、ちょっと他のやつとちょっと違う感じなのかな、このも。オッケー、今いいね。オッケー、危な、なんかよくわからんが、会心的な、中中。何かしらの何を、なんだろうね、あれね。60ゴールド。ボスっぽい感じなのかな。はい、一緒に消えてった。何、どうしてマシン兵たちが言うことを聞かんのだ。ねねね、こうなったら仕方ない。こいつってあれなんだよね、操られてるピエロみたいなもんだったよね、多分ね。貴様のこといい、このわしが自ら、引導を渡してくれるわ。オッケー。なんか、ね、今なんか謎の承諾ジャンプしてる。キーパーとなんか。さあ行こう。で多分まあまあボス単発の時はもちろんこちらが絶対いいわけですよ。ただ青さんが未だに なんで何も覚えてくれないの、全く覚えなかったっけ。何やすから、いやスカラどうすかな。スカラとか言ってた方がいいのかな。マシン、いやなんかめちゃめちゃ強そうじゃない。なんかマリベルとか死にそうじゃ、いや違う、そんなことないの、俺が死ぬのか。まあ いや普通にちょっと、あ、待って間違えた。いや、そういうことが来んのか。待って、失敗した。いや、OK。OK、29。作戦。命令されるようにしといて、待って、ちょっと実際、みんなさ、こう、力で少しずつ上げていくけど、OK。で、呪文でマリベルだ。いいよね、いいよね、いいよね、いいんじゃない、いいよ、いいんじゃない。あ、でもな、カラクリ兵っていいよ、効かなくね。特技、ダメージ、火炎技。いや、カラクリ兵か。で、特技、これ何がいいんだろう。狼一緒だよね。回復、吠えろってどうなんだかな、吠えんのかな。一回平気だった、そっか、平気に決まってか。そのロボットに聞くわけねえだろ。すいませんでした、聞くわけないじゃん。オッケー、20。やめて、めっちゃやめて。サメダリに、うん、サミダレだった。あ、でも待って、スカラ超効かない。いいね、いい、待った、あ、ちょっと待って、これで、あ、これで見れるじゃん、見て、ほら、あ、これで見れるじゃん、守備力これで見れるんだ。キーファ、いきます、キーファお願いします。
じゃマリベル、いいよ。そして特技でまだまだいけいるでしょう。で普通に攻撃した方がいいね。いやーいっぱい出てくんのか。これ真ん中倒してった方がいいのかな。やめやめよ。で呪文でまずはスカラで、まあ、ちょっとずつ回復まで呪文で真ん中攻撃しようぜ。もう多分やべ、 OK。 でガボが普通にブーメラン、 OK。 いやーナイス。マリ、うお早い、弱っ。21、いいんじゃない、いこう。なんかちょっと強い技が欲しいんだけど。メラいいよ、どっちがいい。まあメラにしようか。特技もう普通にいいんじゃない。仲間呼ぶよね、呼んでくるよね。呼んでくるよね。12、やっぱいいようだな。あ、待った、失敗した失敗した。やばいやばい、あ弱っ。弱かった、いや全然弱かったじゃん。いやじゃあ何かというと忘れた、あのあれルカにかけるの忘れたね。ちょスカラにかわいそう、主がいなくてフルボッコかわいそうなやつ。32、いいね。366、さあ誰が上がる。なんか全然弱かったね、レベル上がっ結構上がってたって感じなのかな。14、 OK。 誰が上がった、誰が上がっている、誰が上がっている。 OK。130ゴールド。うはぁ、魔界で最強の、マシンマスターと呼ばれたこのマシンが負けるとは。魔王様より預かったマシン兵団で人間を恐怖のどん底に叩き落とすこの計画、嫁はこんな形で失敗するとは。あ、グフ、こだれもう通りに生まれこのダリンこと消し飛ぼうとわしの知ったことではないわ。あ、これなんだっけ、どんなんだっけ。来たれ最強のマシン兵よ。あ、来た来たぞ来たぞ。魔王様の命令などしたことが人間のものは全て滅びてしまうがよいわい。え、どうなの。うわっ、三連戦じゃん。世界せよ、全てを破壊せよ。なんかあれだ、なんか なんだっけ、デスピサロのこの変身したやつの下だけみたいじゃん。下だけみたいなやつが出てきたんだけど、下だけ的な。普通に攻撃しましょうか。ダメージがないんですね、攻撃。さあ呪文で待ってね、ダメージその他マヌーサルカに。結構マヌーサとか入るかもしれないよね。結構ボスに入りますよってことあったじゃん。全然すいません、わからないです。ちょっといいよ、行こう。なんだ、まさかのマヌーサ。違うね、もう下35下げた。いいんじゃないですか。15、20、ナイス、いいね。キーパー強いね、いいねいいね。さあマリベル、先にルカにさえ入っておけば怖いものはないんじゃないかなと。OK、 弱かったもんね。14、いいね。もうマジックバリア OK、 ナイス。遅えよしよし、46、強いね、いいダメージだね。でマリベルってなんか他にラリフォー何もないんだよね。回復不意にダメージいいよね。やばいよ、普通に特技もないんだもんね、何もないんだもん。普通攻撃しよっか。キーファダメージ OK。 17、やばい、42。待って、かわしたかわした、目がくらんだ。やばい、誰が目がくるな、誰だ誰だ、目くらんだやつ。まだ回復するの忘れた。ちょっと待って、危ない、回復が若干間に合ってないんじゃないかこれ。若干回復がま、ね待って、誰だ、一瞬キーファしても特技 OK、 よし、ガモにいずれあれだろうな、回復ガモ早いんだよな、動くのが強い。32、あーぶねー、めちゃめちゃ強いじゃん。いけるボス戦始まったんだけど、いや ボスらしいボス戦が始まったんだけど。攻撃、さあどうしよう、攻撃、いやもう防具しとこうか、防具で。キーファ特技、よし OK、 よし行こう。なん、うわ待って、いやなんか変な来た。ちょっとなんか本当なんか弱いデスキタロの下半身みたいな。ナイス、よしよしよし。レベル上がない、200ゴールド、1000ぐらいいってくんねえかな。しかもあれ防具はね、ダメージコントロール不能、機能停止。なんだ、爆発するのか、爆発するのか。勝ったぞ勝ったぞ、あなんかいる、なんかいる。先ほどのすまんしい音を聞いて申し訳と思ったが、いや、さすがワオさんたち。さすがなのか、
ここも見事に敵の親玉を倒してしまったわ。なんという強さを。長くれ長くれ。レオユーザーさん、これでこの国からカラクリ兵の恐怖は消え去ったのだ。ということで、これも現世に、現世じゃない、現世でいいか。現世に、ちょっとブリーチにちょっと感化されすぎだろ。現世にあれなのか。あれなんか、もう出てるってことだね。私はこの喜びを皆に伝えるため、白い一人先に戻るとしよう。食らは しばらく休んでからゆっくり帰ってくればよい。あ、戻っちゃった。リレミトでいいのかな。もう何もないよね。もう何にもござらんよね。ちょっと。オッケー、回復しとこう。なんかちょっと、あれだね。ギリギリだね。MP がいい感じでギリギリだよね。修理用の道具だけか。あのカラクリ兵たちはここを作られたというわけではないのか。あの、ここで作られていたわけではないのか。なるほど。やはりこの世界に作られたものではないということか。お前たち強いんだなって、人間がそこまで強くなるなんて知らなかったよ。もっとも僕にも真似できそうもないけどね。僕はもう少しここを調べたい。だから放っておいてくれ。なるほど。これだけでいいのかい。マオさんにこれが一体何なのかをが。さあ、リレミル使っていいのかしら。いいのかな。アオさん、さっさとこんなところ離れましょう。オッケー。帰るか。何もないね。よし、呪文でルーラー。あ、またリレミト。なんだってちょっとリレミト使えねえじゃねえかよ。なんで使え、ここでもまさかの。オッケー、ここは使える。よし、一旦も、いや違う、俺さ、なんとなくさ、あの町あったじゃん、あれまだいんのかな。待って、もういない。あー、いない、もういない。宝箱もない。あいつら一匹くれねえかな。あれって俺結構好きなんだけど、あれ好きっけ、好きなんだけど。まあ、いや、敵もいる、モードいるよ。カラクリ兵いっぱいいんじゃん。ここ入ったらさ、あれなんかなかったっけ。こんなスライムでかくね、こいつ。ここからが、あー、音が変わってる。いや悲しすぎだろこれ。ありがとう、旦那ち、うちの人の畑を売ってくれて、なんてねって。うちの人もうすっかり良くなってピンピンしてるさ。あ、こんな冗談を飛ばしたのはほんと久しぶりだね。なんかもうすげえ、なんか砂ぼこりがすげえ。だからカラクリがいなくなったってお兄ちゃんが帰ってこないもん。なるほど。これでもうカラクリの足跡埋めなくていいのは、そう、怖いよね。そういえばね、ザッ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 って言ったわけでしょ。だから夜も安心でぐっすり眠っていいの。そうだ。あ、やっと前の平和の暮らしが戻ってくるんだ。これどれぐらいなんだっけ。どれぐらい悩まされたとかなんか書いてあったっけ。よくぞ言って戻られた。わしはお願いするのはきっと大丈夫だと思っとったよ。なるほど。あんたがよくやってくれたぜって、あんたたちのおかげでこの国はずっ、ちょっと待って、これさ、あれなくなってね、あれ。あ、な、多分ないと思う。聞いたよ、ついにカラクリを操った親方もやっつけてくれたんだってなって。平地のなんか結相会で飛び込んでくるから何事かと思ったがあって。嬉しい知らずよ。待って、違う。あれない。あれさ、え、ギギギ、あれ、あのエピソードないんじゃない。あれさ、あれ、ここ今回じゃなくて、もともとあのあれか、行きの時のあのピンクのさ、エリーちゃんいたじゃん。あれなんかさ、石投げられるエピソードなかったっけ。あったよね。あれ、俺あれずっとさ、俺どこの子になんか石投げられるエピソードあったよね。あれ、あれなくなってんのか。714、まあいいや。やっぱそういうこと、やっぱりこう時代にそぐわないとか、ちょっと厳しすぎるんじゃね的な感じなのかな。コンプライアンス的な問題なのかな。お、まだおるぞ、まだ。そういうこと、え、あったよね、ピンクのあれ、粋だったのか。うお、まだおるやないか。全然おるやないか、これ。カラクリ兵一匹捕まえていこうぜ。これ作戦ガンガン行こうぜ。で行こう。よし、もう大丈夫。イオでこれだもんね。イオラはもうどれ、イオナズン、いや、なんかあれ、もう忘れちゃった。もうさ、終わったら次のドラクエシリーズずっとやってきたからさ、あれなんだよね、誰が何を覚えてたかとか、どう覚えてたかって忘れちゃうんだよね。忘れてしもたやないか。猿が出てきた。テールモンキーが現れた。オッケー、行こう。ブーメランの方がいいね、当分。まだブーメラン、いや、25、いいね、35。おお、やっぱ強くなったね。だいぶ強くなったね。ほんと強くなったね。ブーメランの方がいいな、雑魚戦は。やっぱブーメランだね。やっぱ、そう、オッケー。
まあ、ガンガン行こうぜでなんかなんつうの特技でさ MP 使わなくてもガンガン倒せるやつでそうそう覚える何か早く覚えてほしいんだけど。さあ来たどこだ。え兵長それはもうすごい勢いで王様のとこ走っていったよ君は早く行った。音がなんだ声がじゃあ音楽が悲しい。これまた平和の毎日が戻ってくるのねってなんだかちょっと退屈かも。どういうこと。彼女より我らの勇敢なのもラララこの国を救いたもん。やっぱりこういった英語の方の方が歌いやすいですよね。かわいいねこういうのメイドさんいいよね。旧国の英雄の顔を一目見たくてこっそりお城抜け出してきちゃいました。あなた方のただの傭兵さんかと思ったけどすごい人たちだったのね。待ってなんだ どこに行くんだ。現代のさあれ王様いたよね。あれなんか息子っぽくなかったっけな。うわー来た。そうピンクのこのエリちゃんなんかあの子供にさ石投げられたエピソードってあれ。あ青さんやっと戻ってきたか待っておったぞ。たとえばトラット兵長よりもこのことの次第の報告を得たそなたたちも活躍もな。なるほどあの姫さんは可愛いね。おほん傭兵の青さんとその仲間キーファガボマリオその仲間まあまあいいだろうまあまあいいだろう。そして我がフォロット王国王国兵団兵士長のトラット並びにその弟ゼボットよ。今回の戦いでそなたたちの活躍は実に見事であった。この国の王として民を代表して領意させてもらうぞ誠にご苦労であった。は我が使命を全うでき嬉しく思っております。なんだっけふんだかあやほうでさふんだったやっぱ当たったね。そこでそなたたちに何か褒美を取らせたか思う。何が良いかな。私は使命を果たしただけで、ま、だけで、え果たしただけであります。褒美などで受け取れません。なんてやつだ。その分、このゼボットと傭兵の者たちに与えていただきたく思います。兵八がある、兵八が、兵八がいる。褒美など必要ない。面倒だから僕は帰らせてもらう。あ、行っちゃうんだ。ゼボット様。何も言わないんだ。あれないのか。お姉ちゃんでしょ、多分ね。あ、行っちゃった。どこに行かれてしまった。あごんでは傭兵のおさんよそなたにはこれを送ろう。なんだあなんかくれる。なんだ石板だろどうせ石板でしょどうせ石板でしょ。我が王家に伝わる毒画のナイフ。これで切りつけると敵を麻痺をするという優れものじゃぞ。マリベルが装備できそうだな。おおああ見たことある。ホチドラのガチャにあったあんな感じだったわ。毒画のナイフ星4つぐらいだったね重ねて言うが虎と兵士長並びに妖艶のあんさんたちにご苦労であった。ありがとうございました。あざすあざすあざす。あでは失礼いたします。待って毒画のナイフがちょっと見させてくれる。ちょっと見させてくれる。あの星ドラだとがっかりのどこ行った。持った毒画のナイフ渡す。多分マリベルだ。43かどっちがいい。無知のがいいんじゃない。待ってまあいっかこっちにそぶすか。見た目も変わるからね。オシャンティになるからね。オシャンティに多分。不思議なスケマ。アーカーか。これどうすんだろうここからね。そういえば、うちの城はそのものってあるのかな。なんかあるんじゃないか。今思った青さんたちは傭兵を任を解くとする。ご苦労であったな、青さん。オッケー。さあ、潜ってよいぞ。オッケー。下がってよいぞ。ということで。これどうすんだろうね。どこに行くんだろう。これがどこに行くんじゃろうか。ん？なんかなかったっけ？あれ？あれなんかなかったっけ？音楽が変わらん。これでいいのか？わからん。何？これもうゲー？あれだよね、多分。ん？なんかさ、なんだっけ？なんかあったよね。まずはちょっと話こっちか。戦っただけで元の兵士宿舎に戻さなければ。待って、あれどこ行った。あのおっさんどこ行った。おっさんちゃう。いた。青さんって本当に世話になったなって。諸君中いなければどうなっていたかと思うと取り上がってしまうよ。本当強かったんじゃないの。あの人も何やともあれこれで恩師たちの傭兵としての任は解かれることになる。今までご苦労だったその働きに応じて、おお、お金くれる !1200! 違う、セブンってさ、セブンさんすごいですよねって、彼のからくり兵がいなければこの盾に勝てなかったでしょ。確かに。
でもみんなゼボタのこと嫌っているんです。どうしてだろうか。ゼボタの方もあまり僕らと話したからないし、嫌っている、嫌っている、なんでだ、なんか嫌ってるんじゃないんじゃないか。あれ待った、あのさっきのさ、あれどういった、あれゼボットさん、あれなんか姫様、ん、あれどこ行った、姫様どこ行った、姫様どっかいなかったっけ。 あーいた、やっぱそうだ、あった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 、来た来た来た。俺さ、あれなんか見たっけな、なんかさ、なんか話があるんだよね。扉の向こうから声が聞こえてきた。そうですか、この金子の兵にエリー姉様の名を、やっぱお姉ちゃんだったんだね。いいんだぞって、笑ってもって、僕が笑ってもぼ、ん、お前が笑っても僕は気にしない。いや、エリー姉様のことまだ許していただけないのですね。あれは事故だったのですよって、エリー姉様だってあなたを置いて一人で行くなんて、てんてんてん、分かっているさ。でも僕はエリーを許さない、許せない、僕を置いて行ってしまうなんて許せるわけがない。ロミオとジュリエット的な、だからカラクリ人形で自分を慰めているのですね。いや、言い方ストレートそうさ、彼女は死なない、絶対にだ。ちょっとストレートすぎない、慰めているとか、ちょっとストレートすぎないか。これいいのかな、これで終わりかな。いたエリ、あのカラクリ編には心があるのでしょうか。本当に心が、それはいつかわかるよね。なんだお前たちか、お前たちと話すことは何もない。待って、え、これで終わりか、これで、これこの終わり、あ、まだいる、あれこれで終わりなのか、帰ってよろしいのかな帰って、これで現代で終わり、え、これで終わりだったっけ。あと現代に戻ると、過去はね、ルーラーを使えないんですよそうなんですよ、めんどくさいから。本当はここでルーラーで、例えば小村は外に出れるわけじゃないですか。ルーラーが使えんのじゃ、ルーラーが使えないんじゃ。よし、でもし現代に戻ってですね、かわいい、何が今かわいいって分かるこう、嘘言えるし、後ろにかわいいな、わーわー、待って、これもらっていいのかな、敵全然いいんだけど、マイベルの走り方だけが一人でいるのがプロなんだけどちょっと なんかの忍者なのかな、なんかマリベルだけが若干プロ説、待って、やめて、オッケー、まあいいんだけど、これでもうやめろ、この音楽悲しすぎるじゃん。待った、君は胸に、あら、あれ、乱暴に消されていた、ひどい、なんていうひどいやつだあいつ、乱暴に消された、お前にはもう用はないみたいな感じなのかな、ひどすぎやしねえか、あいつもあいつだよな、あいつもひどいな。これ多分これで戻るんだね、よし、現代に戻ろう、現代に戻って、さあどういったら一番早いんだろうか。来てしまった、ちょっとね、移動が始まりますちょっとした、あ、な、あ、いやだよ、止まってねえじゃん、やめて、まだ落ちた時点でアウトだろお前ちょっとに、裏からいけんのかな、またこれさ、裏からいける、いける、あ、なんか毒の沼がある、沼があるってことは、お、宝箱あるんじゃん、これ忘れたね、宝箱ない、ないかごめん、小さな、ごめん、実況していること忘れていたよ。違う、静かに画面だけを見るっていう、すげえ忘れてた、今。何もなかったね。これ、もう何もないのかな？戻っても一緒だもんね。旅の祠に行って。さあ、現代戻りましょうかね、現代に。多分、石板を何個かゲッツして、まあ、ゲットするんじゃなかろうかと。恐ろしくね、こんな、どう、モンスター入ったらどうすんの、こんなか現世にモンスターが来てしまうやないか。オッケー、あとはここでまず聞けばいいのか、次何したらいいんですかっつって、いいんでっかって、また新しい島が復活したぞ、今度は南東だ、ほうほうだって、オッケー、いいえ、ま、いや、まあいいや、
行こう。次の島に向けて出発だ。まずここでリレミトが使えない問題をどうにかしてほしい。まずはそこを一番、僕的には一番その改善してほしかった。それだけかな。そこだけじゃないか。待って、これどっかさ、一番いい感じですぐパッて出れるとこないの、ここ。そうだね、それだよね。ま、ちょ、外に出たいんだ。すぐ出れるとこを作って、待った。違う、横から行けるとこありそうじゃね。あ、ないな。なかった。いや、下の地図見てんだ。地図見てんだけど、やっぱここからしか出れないのかな。まあいいや。でもって、呪文、ルーラ。福島でいいや。さあ、またちょっとあれだね。あの、地図あるじゃん。なんだっけ、地図じゃねえわ。石板。どうしよう。こう、でっかいのができてるけど、2箇所ほどあるよね。あれ？あ、2箇所ほどできてるね。すげえ、2箇所で、あれ？なんで2箇所できてんだ？あれ、普通に、なんか普通にこっちにもあるんだけど、また今来るべき場所ではないのか。橋があるか。橋ができた、まあまあいいや。まあいいや、普通に。ちょっと待って、なんかできてんだけど、なんかできてませんか？いいね、17。強いね！いいね。マリベル、むしろこっちの方がいいかもしれない。マリベルの無知そんな強くないじゃん。ちょっと、あんま強くないじゃないですか。でもって、今回マリベルどうやって育てようかな。逆にマリベルをもうなんか、アタッカーみたいに育てもいいかもね。よし、行こう。あ、なんか、こう違うわ。あ、ここと、もうほぼくっつくってこと？なんで、うおー、18、いいね。21。あ、もうちょっと見て。もうマリベルの持った武器だけ変わるの。ここにやっぱちょっとテンション上がるよね。さあ来ましたと。あー、そこに行くのね。どっから回れんだこれ。よし、OK。いいね。いや、ブーメランかな。まあ、どうせ炎の次なんすか。ブーメラン次なんですか。ハイブーメランじゃなくてなんかでしょ。鉄のブーメランわかんないけど。まあ、炎のブーメランあるでしょ。それまで炎の、ちょっとなんか全然いけないんだけど。どうしたん？あ、来た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 。お化け人で。ちょっとね、早くね、ラスボスに早く行きたいよね。ラスボス、ラスボスはちょっと、おー、じいさんのとこに行けって。あんま可愛くね。可愛くね。全然可愛くないんだが。行きます。さあ、ここにまずさ、どうなっているのか。どっち、どっち、こっち先に来てよかったのかな。あっち先に行く。あっちの方がいいのかな。あっち行こうか。こっち先にしようかね。こっち先にしよう。あー、敵がいない。また順番、今いっか。あれ多分、また占いおばばってどうなったんだろう。あ、まあ、気になるな。よし、次にしよう。次のパートで。おー、ある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 。さあ、まずは武器が何。おー、掃除機ある。さあ、天津飯、天津飯じゃないわ。タオバイバイの若い子がまたいる。さあ、銅の剣、一色か。石の炎、斧か。51、変わらないの。ブーメランの方がいいな、これだったら。これが買います。さあ、装備を整えていいのか。次で買うか。どうって言われますね。こういう安いやつをちょっと買っていくか。まあまあ、ちょっと次のところで。そんなにね、ちょっと強いわけじゃなかったから、敵が。まあいいんじゃねっていうことで。ああ、なんかちょっと綺麗になってる。これ何年ぐらい前なんだろうね、これね。ばあちゃん話聞かせておくれ。この町はまるで要されようじゃ、妙な形をしておるじゃろ。わしは過去の今しでこのせいだと言い伝えられてるんじゃ。しかし誰一人してその昔何があったのか知る者が。なんで？お金の話だろうって。何一つ当時の記録は残ってないなんてどういうこっちゃ。さあ、ということで、無事怒涛の3連戦終わりましたということで、現在ここで多分、そうだね、赤坊ちゃん可愛い。可愛いな。ね、多分、まぁ、ちょっと、エリンのとこ行かなきゃいけないね。ということで、今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価なども皆さんよろしくお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。